新たな F1 シーズンが迫る中、驚きの動きが見られそうです。報道によれば、カルロス、サインツが2024年 F1 シーズン以降、スクーデリア、フェラーリとの契約が延長されなければ、レッドブル、レーシングでマックス、フェルスタッペンと再びタッグを組む可能性があるとされています。サインツは2021年にフェラーリに加入して以来、 数々の成功を収め、2022年のイギリス GP で初優勝し、その後2023年のシンガポール GP でも勝利。しかし、フェラーリの将来には不透明な要素があり、2024年シーズンの終わりには両ドライバーの契約が満了する見通しです。この状況から、レッドブル、レーシングがサインツをセルジオ、 テレスの後任として考えているとの噂が浮上しています一方でサインツ自身は2026年にアウディへの移籍が噂されておりその未来は依然として不透明なままですフェラーリのもう一人のドライバーシャルル・ルクレールは2029年末までの長期契約に合意する見通しである一方でサインツは2年契約を希望しているため 契約交渉は複雑なものになるでしょう。一方で、レッドブルとの契約が2024年末に期限切れとなるペレスにとって、来シーズンが F1 での最後のシーズンになる可能性があります。サインツとの交渉が進展すれば、フェルスタッペンとの再会が実現するのか、それとも別の展開が待っているのか、注目が集まります。 サインツとフェルスタッペンはかつてトロロッソでチームメイトとして競り合った歴史がありその緊張関係が報じられたこともありましたしかし成熟した両者が再び同じチームで走ることになるのであれば新たな興奮が期待されます今後の動向が注目される中サインツとレッドブルそしてフェラーリの契約交渉はファンにとっても熱いトピックとなりそうです